ルーチョ・フォンタナ・ローター・バレー・ルーチョ・フォンタナは20世紀のイタリアの美術家、彫刻家、画家、空間主義の運動の創始者。この白の宣言については1950年の規定に関する提言、空間宣言にルーチョ・フォンタナは1946年に当時住んでいたブエノスアイレスにおいて空間運動を設立し、彼の支持者のグループと共にスペイン語の 白の宣言と名付けられた第一宣言に署名した。とあるため、近年まで実際にフォンタナが署名したものと考えられてきたが、実際の白の宣言にはフォンタナ本人の署名はない。1950年代以降のアンフォルメル、日本の具体美術協会、タシスム、ヌーボレアリスム、1967年頃からイタリアに起こった。 アルティポヴェラなどの前衛芸術運動に様々な影響を与えた点で20世紀美術史上重要な位置を占める作家である。また、若いイブクラインとは年齢差を超えてお互いに共鳴し合う中であり、イブのミラノでの初古典ではモノクロームブルーの作品を購入している。ありがとうございます。